セシリア・タイトはペルーの元バレーボール選手で、現在は政治家。ニックネームはラスリーダ・デルオロ。元ペルー代表、ソウルオリンピック銀メダリスト。2005年にバレーボール連動入り。アフリカ系ペルー人で1962年3月5日生まれ。セシリアの父はリマの下町にある。 ホテル専属の著名なピアニストだったが、セシリアの出生前に家族を捨てたため、父親を知らずに6人兄弟と共に、リマ近郊のビジャマリアデルトリウムー地区で育った。セシリアは、家の前の路上でバレーボールを始める。ボールを抱えて、寝るほどバレーに熱中したという。12歳の時に、著名なバレーボールクラブ会長の目に留まり、選手キャリアを踏み出した。セシリアは、 ダイヤモンドの原石のごとくに15歳でペルージュニア代表入りを果たした。僕プク監督のもとで1979年南米選手権で優勝、パンアメリカン競技大会準優勝など様々な国際大会に出場し、1982年に地元ペルーで開催された世界選手権でも銀メダル獲得に貢献した。セシリアに続いた若手として、 ガブリエラ・ペレスラがいる。1983、84シーズンは、ペルー代表首相のセシリア・デルリスコとともに来日。日本リーグの伊東洋稼堂でプレーし、新設されたモーダ賞のタイトルに輝いた。1984年ロサンゼルスオリンピックの後、イタリアに渡りプレーした。1987年に膝を痛めたがリハビリを行い、 1988年のソウルオリンピックに首相として出場。日本、中国、米国を破り、決勝へ駒を進めた。ソビエト連邦には苦敗を起死したものの、堂々の準優勝の原動力となり世界、ベストプレイヤーに選出された。オリンピック後はブラジルでプレーしたが、膝の手術が重なり、1991年に現役を引退した。2005年、 バレーボール伝道入りを果たした。セシリアは、間違いなく、ペルー史上最高の女性アスリートとして、記憶に残る選手である。1998年に正解に身を投じる。藤森大統領の与党から出馬し、ビジャ・マリアデル・トリウンフォー地区の議員となった。2000年には、国会議員に当選、初のアフリカ系ペルー人議員の誕生であった。 藤森大統領辞任を受けた逆風の中、セシリアは2001年に再選を果たす。この間、トップレベルのアスリートや貧しい学生らのためのスポーツ振興政策を盛り込んだ法案成立に尽力した。2006年の国会議員選挙には再立候補せず。2010年10月、セシリアは悪性リンパ腫の一種である保持ンリンパ腫の治療を終えたことを公表した。 このニュースは国内の新聞一面で報道され t v 番組はセシリアの西洋先であったボストンにスタッフを急遽派遣し特別番組で報じた2011年2月アレハンドロ・トレド元大統領が大統領選挙に再出馬するのに際し同党の議員名簿一位掲載を打診した選挙期間中にセシリアはペルーの医療改善中んずク健康診断や 乳がん検診の必要性を訴えて、同年4月10日に高得票で当選を果たした。ありがとうございます。